弁護士会のオフィスがあるパレペレーラという建物、オーストリア法学協会は、ウィーンに拠点を置き会員、約2500人を抱えるオーストリアでも、最大規模の法律家の民間組織。オーストリア法学協会は、リーガルコミュニティにおいて特に定期総会と年に一度ウィーンの、ホーフブルク宮殿にて開催される、法律家の舞踏会で知られている。ノバ・ァンド・バリアという雑誌が、 会員に無料で配布されている。協会の目的は、会員の政治的利益の表明、継続教育、社会活動、及び事前活動を行っている。オーストリア法学協会は、連合軍軍政期のウィーンの弁護士グループまで遡る。1948年9月13日、ウィーンの弁護士候補生のグループが、ウィーン弁護士候補生協会を設立した。 その協会のメンバーのほとんどが弁護士になったことを機に、1951年、協会はオーストリア法学協会、弁護士候補生協会と改名された。1988年より、協会はオーストリア法学協会として運営されている。協会についてのオーストリアの法律に基づき、オーストリア法学協会は、総会、会長と理事会、仲裁及び、 関西委員会を通して活動している。オーストリア法学協会の理事会は2019年3月1日に総会にて再選された。2019年3月1日の総会では新しい会長としてアレクサンダー・太陽・ショイビンマーが選出された。また、ショイビンマーは2020年12月11日に行われた総会において次期の会長として再選された。 オーストリア法学協会は5つの組織で構成されている。弁護士候補生クラブは550人の会員を抱え、弁護士候補生組織の中でも一番大きなものとなっている。また、弁護士クラブは数ある弁護士組織の中でも一番大きなクラブであり、クラブに0 0 0と合わせると1200人以上もの弁護士が所属していることになる。司法クラブは、 約300人の裁判官、裁判官候補生、検察官、大学教授、助手、司法実習生と法学生で構成されている。一般法学クラブは450人以上の交渉人、交渉人候補生、会計士、タックスコンサルタントを含む公務員で構成されている。オーストリア法学協会はもと四つの組織を抱えて百五十一年から 存在し、クラブ2000は、最後に加えられた。それぞれのクラブには、議長がおり、総会の幹部会において、公的な場、特に州当局で、クラブの利益を主導する務めを果たしている。ABC アブフレイジズ、ZVR8 億9930万7027、アブジェローハン AM6、ABCR、ケマイネインフォア・マツヨナン、ジュリステンバーバンドイン、 ジュリー・ステンバー・バンド、アット、アブジェ・ローファン AM ・ AM6、ペア・ジュリソン、ボール・イン・デア・ホーフバーグ、ウィーンイン、ジュラ・ステンボール、アット、アブジェ・ローファン・ AM6、ノバンド・ガリア、ジュリー・ステンバー・バンド・イン、ジュリー・ステンバー・バンド、アット、アブジェ・ローファン・ AM6、ゴバーグ、オーガン、プラファイン、ジャスライン、アット、アブジェ・ローファン・ AM6、デト・センバー2017、ジュリー・ステンバー・バンド、 シュイマーミットグロサーメハイトツームプレザデントングイワルト。大プレッセ1マーチ20192019 2019年3月4日、閲覧。オンライン、ウィーンツァイトングブランチェンズレヒト。ブランケニュース、ウィーンツァイトングオンライン2021年1月12日、閲覧。ありがとうございます。